キール音が聞こえてくる領域まで、ガンガンに追い込める。こんな刺激的な車の、どこが遅いって言うんだ。軽いし、狂気的に突っ込んでもそのまま曲がれてしまう。そして最高の加速フィール、トップエンドの加速は少し足りないが、峠を狂気的なペースで走っていくポテンシャルは、GR ヤリスに匹敵するレベル。車重は約 1.1 トン、そのコンパクトサイズに、ターンイン時の独自の動き、ブレーキングなんてものは必要なく、カーブに飛び込んだ後、旋回直前に、一瞬だけドカンと踏む。そうやって前を沈み込ませてやれば、ブレーキを離しながら切り込むだけで、吸い込まれるようにインに飛び込んでいく。この独特な挙動を活かし、狂気的な進入スピードを許容させてしまうのは、タックインというのだろうか？旋回における車の動きは、素直なトヨタの GR 系統と比べ、明らかにバランスが取れていない。それゆえコーナー進入時に、意味のわからない曲がり方をするのだ。おそらく、回生ブレーキを強めに効かせ、タイヤグリップを使わずに遠心力を削っていることも、ダウンヒルでのコーナリング限界を高めている。ダウンヒルではバッテリーはすぐに満タンになってしまうが、このモーターアシストが、乗り物の動力性能を体感 30% 向上させている。もう 7.5 万キロの、格安レンタカー屋の、状態もわからないタイヤなのに、1160キロに収まる車重が、物理的に高い限界をもたらす。ダウンヒルで殺人的に速いワゴン R でさえ、S 字コーナーを1個抜ければ、バックミラーの遥か彼方に消える。車重的には確定で軽自動車より重いのに、その独自のターンイン時の挙動と、安定した足回りが、軽より速いコーナリングを実現。自分の車じゃないし、ここは公道なので、限界までは攻めきれていないのですが、この CRG という車、マジで速いですよ。勾配さえ味方してくれれば、NSX が相手だろうが、負けずについていける。ヒルクライムはまあ辛いが、ダウンヒルとなれば話は別だ。そんなに踏まなくても車速が乗るから、3秒ないような直線区間の加速より、狭く急なコーナーたちを、どれだけハイペースで抜けていくか、それこそが大事になるダウンヒルにおいて、この軽さ、車体の小ささ、飛び込みでオーバー気味な挙動が、どれだけの武器となるか、こんなに速い、ダウンヒル部門トップクラスのポテンシャルを持ちながら、なぜ誰も注目していないのか、ふぅ、この CRG という車、軽視されすぎですよ。ちょっと急ブレーキテストするわ。やっぱこのタイヤダメですね。全体的な動きの統率では、トヨタの GR 系統に軍配が上がるが、あのターンイン時の挙動よ。あれモータースポーツの領域にありますよ。プロドライバーがレース中にやる操作を、公道でやっていくような世界。というわけでドラマチックなスタートとなりましたが、そろそろ挨拶というか、オープニングトーク的なものに戻りましょう。ホンダ CRG、私が高校1年生の頃、免許を取ったら、これの MT を買おうと思っていた車、16歳の頃からずーっと気になり続けていて、かれこれ6年が経過した時、偶然レンタカーを見つけたんです。残念ながら CVT でしたが、トランスミッション以外は確かめられる。琵琶湖の南西部まで、借りに来ました。やっぱり物理的に小さいので、狭い曲がり角も、駐車も楽々です。ただ、サイズの割には視認性は悪く、軽くて小さいから良いというだけで、運転がしやすい形状だとは言いづらい。とりあえず物理サイズな、全長4080ミリ、全幅1740ミリ、全高1395ミリ。最小旋回半径は感動の 5.0 メートル。前後も4メートルだし、駐車が楽なわけだ。なおこのグレードは、多分上位のアルファですね。新車価格は約250万円です。走り出しは、スポーツカーらしく、クリーピングでかなり前に出て怖いし、ブレーキもズドンときますね。なおこの個体は 7.5 万キロといった通りでしたが、何の不調も見受けられず、バッテリー劣化やエアコンの機器もそうですし、足回りの物種類も、内装パーツも、乗り物として良好なコンディションを保っております。時速10キロのタイミングで、アイドリングストップが入ったな。この CRG という車、2010年に初期型発売ですが、2023年時点で評価しても、普通に良いですよ。いいなぁ、私が地方の車社会で育ってたら、高校生の夏休みにバイトして貯金して、これの MT 買ってたでしょうね。静岡県を下道で横断してると、気のせいじゃないレベルで、やけに CRG を見かけるんだ。ああそうそう、すき家で飯食ってたけど、今レクサス LC が止まってる、左側の100円レンタカー、ここでレンタル可能です。今でも CRG のレンタカーやってる店なんて、エニカの個人館が全国に数軒ある以外、
ほぼないんじゃないか？ちなみに今触っている、真っ暗な中でもゴミみたいな画質なのが透けて見えるこのカーナビ、純正オプションです。バックビューモニターの質も悪いし、2010年が新車発売とはいえ、このレベルならない方が良いまである。CRG のグレードであるアルファとベータ、フォグランプくらいしかパッと浮かぶ違いがないが、どうせなら安いグレードを買ってしまって、DIY ついでにあれこれ後付けするのが良いと思うぜ。車体が小さく挙動も安定するので、こういう左折も綺麗に決めやすいですな。ステアリングセンターはそこそこにクイックですが、この本革のハンドルだけで、車全体の上質さが 20% くらい上がってるように感じる。ちなみに古い CRG の中古を見ていると、このステアリングの革は剥がれまくってるぜ。交換前提で買っても良いかもな。何せ高校生の頃から、CRG は気になり続けている車ですから、中古市場のリサーチもしっかり行っております。ちなみに乗り心地についてなのですが、車重が軽いスポーツカーが全般的にそうですが、足は硬く、常時揺れ続ける感じです。不快だとか、乗り心地悪く感じたかというと、そういう記憶は全くないんですが、快適な乗り心地とは言えないですね。幸いにもクルーズコントロールや、ほぼフラットなレベルまで倒せるシートも完備なので、長距離を走る際は、休憩長めに取ると良いかも。でもこの本革のシート、やけにクッション性がないというか、硬いんだよな。仮眠して3分くらいで、頭の後ろが痛くなってきます。クッションだか枕は常備しておきたい。ちなみにですが、先ほどバッテリーは問題ないと言いましたが、全区間燃費はリッター 11.8 でしたね。シエンタさん頑張ってる。こういう道路幅での左折って、まず左後ろのタイヤと、縁石との位置関係を把握しておいてから、ここというタイミングで、スパッとハンドルを切ってやると、対向車線にはみ出さず、綺麗に出ることができます。実は、何もない道路の平面上に、脳内で自分なりのマーカーを立てて、そのラインに、理想的にタイヤを乗せていくというのは、冒頭で見せたような、ハイスピードで飛ばしていく際の、確実かつ安全なドライビングにも必須のものだ。ただの街乗りと考えずに、右左折も一つのドライビングミッションとして、毎回毎回、丁寧な操作にこだわってほしいですね。飛ばさなきゃ上達しないとか、サーキット行かなきゃダメというのは誤解です。CRG という車は、ただ初心者でも乗りやすいだけでなく、モータースポーツの領域での、車のコントロールを知っている人が乗っても、例のタックインとやらを突き詰められる車なのです。そういう意味合いでいくと、ポルシェや、GR やリスにも匹敵するような、プロだからこそ挑みたくなる世界を持った一台だぜ。本当に奥が深いですよ。あの見た目と世間のイメージで、こんな領域の車だと思わにゃん。総合フィールでトヨタの GR に一歩譲っても、刺激的なエンジンや、軽さを生かしたコーナリング特性、しっかりとした走りやエコ性能は、ホンダ車の良さだな。もっと言うとこの内装の造形、ドライバーを中心に広がっていて、私はすごく良いと思います。S2000 もそうだったが、操作系統の配置が、フェラーリの458っぽいんだよな。手でサクッと操作できるエアコンと、モード切り替えボタン、最高の使い勝手です。内装のデザインも悪くないというか普通に良くて、これが新車250万円で買えたって、どういうことなんでしょうかね。プラスチックではあるんだが、素材と造形、色合いが良いからなのか、これっぽっちも安っぽいとは感じないんだよな。また右から割り込んでくジジイがいるよ。ほんとそういう運転やめろよな。ワインディングでタイヤ鳴らしてるからあえて言うけど、市街地で飛ばしたって、何のメリットもないですよ。楽しくないし危ないし。まあ後ろのヤリスクロスが、右側に寄ってるだろ。先が赤信号とはいえ、多少は踏むべきか。なんでそこまで右に寄るし、トヨタのエコカーに乗っているのに、その奥の赤信号まで考えた運転をしないのでしょうか。ナンバープレート映ってません。それ以上接近したら、自分で晒されちゃいますよ。純正のバックミラーって、後ろの運転手の顔が、恐ろしいほどはっきり見えるんだよな。でこの古臭いカーナビですが、実は機能としては、ちょっと不便な程度で、普通に使えるんです。ダイヤルでなんとか、先の方を見ることもできるわけか。ボタン一つで現在地。まあ合格点でしょうが、私は最速ナビが好きだ。というわけで、ボディカラーが黒い低価格帯の車、ああいう運転しがちという、私の言説を証明しながら、合流していきましょうね。1.5 リッターの、113馬力と114ニュートンメーターを出すエンジンに対して、モーターのトルクは78ニュートンメーターもあるんです。どうやら内部の接続的に、モーター単体での走行はできないそうですが、動き出しからはっきりとモーターアシストを感じます。さっきから後ろのヤリスクロス、外悪すぎて草。コンパクトで、低価格で、走りがしっかりしてる車って、底辺民度化しやすいんですよ。後ろの人は、
カーセンサー60万円のミニに乗って、トヨタ車の内装を、ネットでディスってる方がお似合いですね。速度を合わせるように並走してきたので、あえて踏まなかったわけではありません。おっと割り込みおじいちゃん。というかこの車、右後ろ見づれいな。かなり気をつけないと見落としそうだ。ちょっとプロボックスの人、合流あるの知ってる？当たるでしょ。左側のボールに、並走できるだけの幅はあったんだけどな。イニディの、ヤビツ峠バトルみたいなことをするところでしたわ。というわけで、高速道路みたいに流れると噂の湖西道路ですが、普通に平日の昼間から渋滞してますね。なんでだよ、ただの一本道だろ。人物的にはベルファイアがお似合いなのに、なぜか180万円くらいで新車が買える車種に、好き好んで乗ってる人が、不幸なことにまた後ろに来ました。あのさはこっちのセリフだろ。というわけで、市場インプレの記事では、基本的にいらないと言われていたエコンモード、普通に使えるよという話でした。加速をだるくして、低負荷で、モーターで転がす時間を長くとって、それで燃費を伸ばすんだよな。聞いてますか？ヤフー知恵袋に、カタログ燃費が出ない詐欺だって書き込んでそうな後ろの人。市街地走行で嫌なのはこれだよな。道路状況さえクリアなら、100キロ以上出して振り切れるのに。今回は単純に後ろの人の知能の問題だけど、前のジジイの軽トラが、40キロ以下で封鎖されたらブチギレ案件ですわ。もうそういう場面って、オレンジ線でも抜いていくしかないんだろうぜ。そういう場面で生きるのが、この VTEC エンジンと、モーターアシストなんだよな。というわけで今回の目的ルート、奥比叡ドライブウェイに向かっていきますが、この交差点は前が見えねえ。この動画シリーズ、サンバイザーにクリップを挟んで、そこに GoPro を装着して撮っているので、かなり高い視点からの動画になるんですよね。映像では見えてても、運転中の私が見えているのかは別の話。というわけでゲートに来たのですが、この奥比叡ドライブウェイ、入るときは通行券を取るだけで良いんですよね。支払いは現金か、まさかのクレジットカード対応。そのくせ、ETC は無理。この車の一つの欠陥として、どういうわけなのか、異常にチケットが取りづらいです。感覚としては、軽自動車をベースに、車体だけ幅広くして、作り上げたって感じ。ミラーを畳んでギチギチに寄せても、それでもまだ辛いです。というわけでヒルクライムと行きますが、あんまり踏まず、モーターにも余力が残っている限り、イメージほど遅くは感じないですね。プリウスを代表とするトヨタ系ハイブリッドと、ホンダの VTEC 系ハイブリッドの最大の違いは、エンジンそのものが持つ、絶対的なパワーだよな。数値的にはあんまりエンジン出力に差がなくても、体感的な加速力は、40% くらい違います。冒頭でもチラ見せしたけど、高回転域でぶっ飛ばしていけば、かなり鋭い加速するのよね。フリードの時も、シャトルの時もそうだったな。ハイブリッドカーの加速って、大きく分けて3段階あると思うんですよ。エンジンもモーターも、加速方向に作用するベタ踏み時と、おっと、まだワインディング入って数十秒なのに、やけに突っ込んでるな。それだけ手応えが良いということです。そうそう、二つ目の、エンジンは回っているけど、モーターが発電してて、パワーを吸い取られる低回路状態。こういう上り坂で、ほどほどに加速させている時の、微妙にモーターがアシストを入れる、中回路状態。この三つの領域を、アクセル回路で切り替えながら、燃費の最大化と、バッテリー残量まで考えて、必要な時にアシストを得ていくというのが、ハイブリッドカーの乗り方になるわけですね。これトヨタ系のハイブリッドだと、一部の排気量が 3.5 リッターとかあるモデル以外、100キロから上の加速が、基本的に終わってるんだ。それはこの CRG でも苦しいポイントですけど、トヨタはエコ全振り。実用域はモーターで底上げって感じですから、絶望的に加速が遅いだけのトヨタと、燃費やシステム効率では一歩譲るけど、その分刺激的なエンジンを積んだホンダ。あとボディについても、トヨタは剛性ガッチガチ。ホンダは軽さがある、そういう違いがあるように感じますね。ホンダ車はバイクも作ってるメーカーだし。さて、パワーモードをオンにして、パドルを操作すると、CVT を多段式トランスミッションとして使えます。シフトチェンジを入れても、クラッチが切られることがないので、独特な動作をしますね。そして何より、エンジン音が、とってもはっきりと聞こえてくるんです。音としてはうるさくないのに、心地よくエンジンサウンドが響いてきます。わざわざうっさい車外マフラーを入れなくても、十分に音と加速力が良いというのは、本当にありがたいな。それにしてもさっきから、さすがに遅すぎでしょ。天気のいいエンジンだ。いつまでもダラダラ走ってるから、経済成長で置いていかれるんだ。
階段の上り下りの国ごとの平均速度って知ってる？というわけでこの時点で異常に高い旋回性能と安定性に気づいているので、初見の道ですがガンガンに走っていきましょう。元が軽いからなのか、気のせいじゃなくエンジンの吹け上がりも軽いです。車というかエコカーというかバイクみたいな性格のエンジンなんですよね。速いかというと走行安定性が高すぎて不安感もないせいで、判定的にはギリギリ遅いに分類されるような加速力だけど、加速感、吹け上がりの気持ちよさ、エンジンフィール、ここら辺の評価となればそれはもう最高です。上りカーブの合間の直線区間でアクセルを開けていった際の再加速にももたつきを感じない。軽い上に旋回姿勢が安定するからかなりのペースで飛び込んでいけるというフィール、 GR ヤリスと重なります。軽くて限界が高い上にタイヤのグリップ限界まで体で感じ取れちゃうんだから、これくらいの勢いで躊躇なく飛び込んでいけちゃうんですよね。ノーズダイブをさせた後の反動で吸い込まれるようにインへと飛び込んでいく動き、オーバーステアかというと制御できる範囲の中でしか動かないので少し違う気がするんだ。前側のモーターでターンイン時にガンガンに回生を入れるから、相対的にフロントが減速してタイヤグリップを使わずに前が逃げていく力を削っているおかげで、前から食い込んで曲がっていくようなフィーリングだ。ハンドルを切って旋回に入った瞬間にビシッと姿勢が安定して吸い込まれるように曲がっていくんです。本当に不思議なフィーリングですよ。ただ軽いとか足のセッティングとかそれだけの世界じゃないだろう。この迂闊に全開にできない感じ、これだけの実力を秘めているのにどこがエコカーなんだよ。かなりのスピード感で飛び込めるから直線で無理に踏もうという気にならんな。旋回中にアクセルを踏んでいくとさすがに FF ということでアウト側に流れていきますね。それをうまいこと制御してやることでタイヤグリップを使い切りながらコーナーの外側まで膨らませる、そういう走りもできそうで、ターンインから立ち上がりまで奥が深い車だぜ。エンジン音のために音量を上げておくとカーナビが邪魔になるのはご愛嬌、驚きましたよ。個人的に CRG って一人一台車を持つ郊外在住の大学生がバイトしたり親に買ってもらったりして最初に乗っていく車というイメージがあったのですが、初心者向けとしてくくれるもんじゃない。もちろん不安定な動きや制御できないところに行きそうな不安感は一切なく、サイズ的にも運転しやすく、与えた運転操作への反応も素直で、免許取り立ての人に対しても優しいんだぜ。ただトヨタの GR 系と比べると突っ込みのシャープ化のためだけに全体の動きのバランスがちょっといびつかも。危なさが出ない範囲でモータースポーツの世界の技能を行動で使っていける領域を持つ、峠道を走ればシャープで市街地を走ればエコで静か、総合性能高いよな。私は CRG の見た目かっこよいと思いますが、この車のことをマニュアルで乗れて燃費も良いエコスポーティーカーだというのなら、それは CRG のことを正しく捉えられていません。プリウスと同じ分類に放り込んだり遅い車として取り扱うのは大間違いなんだ。動画で見ててもわかるだろう、この軽さと加速感が。ちょくちょく全開にしようとしてるんだけど絶妙に足りない視界やストレート強が安全を保証してくれない。たまにある直線区間程度ではこの CRG のエンジンを解き放つには不十分なんですよ。おそらく120キロあたりから上の加速はシャシーこそ安定していてもモーターアシストが当てにならず、スペック相応な加速力に落ち着いていく。さてここら辺から車の動きにも慣れてきてどんどんペースアップしていきます。直線では抑えるけどしっかりタイヤに負担をかけて限界領域付近での動きを見に行こうか。安全な車というのは加速力がなくて速度が出ない車ではない。急な入力を与えてもタイヤの限界付近まで攻め込んでいっても想定外の動きをせず安定して動く車なんだ。スピードが何キロ出てるではなくてタイヤへの負荷をどのように前後に振り分けていくのか。おお、この S 実感最高に動きが気持ちいいぞ。アクセルを一瞬抜いてやるだけで前が入っていくから意のままにスラロームできるんだ。最高だね。エコカーであることは完全に忘れてドライビングプレジャーに陶酔できる。こんなスピードで飛び込もうとしたらいつもなら本能が危ないからやめておけと強く言ってくる。それくらいのスピードでは旋回しているのにこれっぽっちも不安感がなくてタイヤが遠心力に負けそうになる感覚だけがある。これ10年は前の 7.5 万キロの履いてるタイヤも状態不明な個体だからな。私の86の方はゴムブッシュが多分やられてて下回りが暴れて
ていたんだけど、そういうへたり感というのかな、これっぽっちもないんですよ。10年前の 7.5 万キロって、どこぞのベンツみたいに、もう新品時の感覚じゃ、評価できないはずなのにな。こっちはさっきから、タイヤからカーッという音が聞こえてくるのを、そこはかとなく感じながら走ってる。車重 1.1 トンのコーナリング限界なんて、基本的には公道じゃ到達できない。それがむしろ、おそらくクソタイヤが吐かされていることで、ちょうどよく物理的な限界が下がり、タイヤを使い切りに行く楽しみも生まれている。視聴者さんは意外に思われるでしょうが、私は超高性能な、超絶ハイグリップタイヤよりは、ちょっと攻め込めば音が聞こえてくるような、グリップ限界が低めなタイヤを、使い切るようにして走るのが好きです。それを考えるとむしろ、車重はある程度あって良いんだよな。重さのおかげで、攻め込んでいっても動きが安定するし、与えた操作にも素直に動いてくれる。ちょうど、今の GR プリウスに行き着くわけです。ほう、展望台ですか。寄っても良いんだけどこの先にもあるだろうし、何より今は走りたい。この CRG という車、走る楽しみや経済性、実用性、中古相場まで含めて考えると、今買える中で、最高なんじゃないですか。強いて言うなら、スイフトスポーツだけが、立ちはだかってくるかもしれん。スイフトスポーツのコスパは最強だからな。そろそろレンタカーで借りる頃合いだろう。そうそう、こうやって突然にバスがはみ出してくる。これが公道のドライビングだよな。突然の赤信号。すぐ隣で人が工事してたので徐行していたら、人命を無視して突き進むワゴン R に、離されてしまいました。皆さんに聞きたいんですが、安全運転って何なんでしょうか。人が近いところで出す40キロの方が、新東名で出す160キロより、4倍どころか20倍は危ないと思うんですが。まあこの道も、鹿の飛び出しや突然の歩行者のリスク、普通にあるから、そこまで想定に入れた上で、抑えて走っているんだぜ。皆さんも、ちゃんと安全とのバランスを取りましょう。特に市街地の車間距離。聞いてる？黒いアリスクロスの人。まだ言ってる。まあこのワインディング、霧の合間から、普通に先が見えますからね。目の前じゃなくて、視線はコーナーの先に送るのよ。バイクでくねくね道を走るとき、視線というか頭が、正しい方向に向いてないと、どうやら体の芯のねじれる方向が、変な向きに向いてしまって、物理的に理想的なコーナリングが、できなくなるらしいんですね。また、バイク四輪問わず、必ず遭遇する、旋回途中で、さらに急になっていくカーブ、そういうコーナーは基本的に、一旦は起こしてから減速へ入れて、またパタンと倒して曲がっていく。この動きこそがまさに、四輪車においては、タイヤグリップを前後方向と、左右方向に振り分けることにつながる。はぁ、クソだるいわこれ。マジで面倒くせえというか、寄せづらいし遠いし届かない。ちょっと休憩してきますわ。なんでバイクの話を挟んだかというと、CRG の操縦フィールは、車というより、バイクっぽいからなんです。エンジンの吹け上がりが軽いとか、そんな表面上の浅はかな話じゃない。というかヘッドライトが絶望的に暗いなこれ。バルブ交換は必須かもしれん。動画時間からわかる通り、語りたいことが多いので、突発的に話題が逸れるのはどうかお許しを。ラウンドアバウトがあるのか。待っていただいてるということで、ほどほどに迅速に抜けようぜ。そういえばラウンドアバウトって、ループの中の車両が優先でしたよね。でもお互いの行き先的には、右折車と直進車の関係だったのかもしれん。また難しくなるよ。机上の交通ルールと、現実とのバランス合わせ、さらに難しいのが、この奥比叡ドライブウェイ、通行料金が、通ったルートによって変わる、カスタム制になっているんですよ。私はこのまま展望台まで登ってから、来た道を折り返そうかな。通行料金が面倒くさすぎて、あと純粋に3000円という額が高く感じて、他のところに行こうか真剣に迷ったよな。山登りを見ていたって面白くないので、今の急勾配を、ダウンヒルとして走っていきましょう。すごい景色だぜ。この左カーブがまた険しいのよ。何よりもしんどいのがさ、道が全然見えないんですわ。というわけで 1.1 トンのコンパクトボディが、フルに生きる場面だぜ。ダウンヒルでのペースアップって、ヒルクライムの何十倍も危ないんですよね。勝手に車が加速していっちゃうので、タイヤのグリップ余力の感情を、ちょっとでもミスったら曲がれない。ただの平坦路なら良いんだが、湿ってて、段差があって、そこに落ち葉まであったら。グリップが立ち上がらないんですわ。そういう時って、一旦ハンドルを戻して、前後方向にタイヤ使って、ガツンと車速削ってから、思い切りハンドルを切って、横方向のグリップ余力で、なんとか曲がれないか祈るしかないんですよね。おい、そのスピードで突っ込むのかよ。先
影中は終始無言なのに、思わずつぶやいてしまいましたわ。視覚じゃなくて、タイヤのグリップ感で判定しているので、あのスピードで突っ込んだということは、あのスピードで突っ込めたということなんでしょう。なるほどな。さっきから普通に走ってるつもりなんですが、なんか周りの車が、私の半分くらいのスピードなんですよね。道路的には40キロ制限だしな。ヒルクライムの時は、放っといても減速してくれるから、リラックスして流せるんですよ。ダウンヒルの怖さに、CRG はどこまでやれるのか。むしろ今からが本番なんだ。イレギュラー対応や安全まで考えると、タイヤの余力ベースじゃ、ダウンヒルじゃ限界には挑みづらいからな。それにしてもさっきのワゴナール、かなり狂気的に飛ばす人だったんですが、すごいっすね CRG。下りで軽より速いじゃん。直線は挟んでいたけど、向こうだって普通に追い上げてきてたからな。プリウスに乗ってればわかりますが、ダウンヒルって、基本的に遠心力との戦いなんですよ。だから、軽ければ軽いほど有利だと言えるんです。たかが200キロや300キロの重量差が、何倍にもなって作用する。上りや平坦路なら、それくらいの重量差、エンジンパワーがいくらでも打ち消すんだがな。でも、直線で全開にする時間が、全く取れないダウンヒルの連続コーナリングで、エンジンパワーなんか、いくらあっても役に立たない。むしろ、どこまで狂気的に突っ込んでいけるかの勝負。厳密には狂気じゃなくて、タイヤのグリップ限界や、乗り物の挙動への、信頼感の話だろうが。この CRG は、それがズバ抜けているんですよ。まだダウンヒル序盤で、あんまり攻めたことはしていないけど、ここでターンイン時の、例の動きが生きてくる。ブレーキを離した際の、吸い込まれるような挙動だよな。それが本当に特別で、どれくらいの威力かというと、ブレーキングが不要になるんです。下り勾配の先のカーブに突っ込むのに、ブレーキングがいらないというのは、何を言ってるんだという話なんですがね。カーブに入った後、旋回を始める直前に、一瞬だけドカンとブレーキを蹴り込む。奥まで踏んだ瞬間には離してしまって、前荷重を抜くのと同時に切り込めば、それだけでクリアできちゃうんですよ。十数分と同じような道を走っているので、どこで実践していたか覚えていないのですが。ここで長めの直線が来たので、ずっと試したかった、フルブレーキングテスト。車重の割には、あんまり止まらないっすね。やっぱこれ、履いてるタイヤがダメだわ。ブレーキパッドはどこかで強化品に変えるとして、フロントだけでも、そこそこには良いタイヤを履かせておきたいですな。まあ車重が軽い車って、タイヤグリップへの依存度は低いがな。というわけで長々と話し込んでしまいましたが、高校生の頃から、ずっと気になり続けている車だったんです。しかも、ただのスポーティーエコカーじゃなくて、ポルシェや GR ヤリスのような、モータースポーツの領域での、ドライビングの世界があった。しかも世間は、その実力に気づいていない。熱弁してしまうのは、必然だったと言えるでしょう。で、どうするんだ、買うのか。迷う。真剣に迷う。買うとしたら確定でマニュアル、よりは8万から10万キロかな。でもなぁ、最近やってることが忙しくて、乗る時間が取れる保証もない。買う買う詐欺で終わっちゃうかなぁ。というわけで、長くなりましたが、CRG でした。中古を見ていれば、20万キロオーバーの個体も多数あるが、さすがにためらうよな。まあじっくり考えるとしましょう。では、ありがとうございました。